山陽電気鉄道2300系電車は、かつて、山陽電気鉄道が保有していた、通勤系電車。同社が吊り掛け駆動で、足回りの老朽化が目立っていた2700系を1976年から1977年に、かけて、危機行進し、高性能化した系列である。山陽電気鉄道では、車両の形式称号について、書類上は、雲はや、 もはなどの車種を示す記号を用いているが、現車では車内を含め一切表記しておらず、また、車両番号が重複しないよう同一数字を用いる、形式では、奇数、偶数で車種を分けて管理している。このため、本記事の以下の記述では、2300型について区分が必要な場合を除き、これらの記号を基本的に省略する。電気鉄道では、 1968年の神戸高速鉄道線開通乗り入れ開始を踏まえ、高性能車両の申請を進めてきたが、1972年には車両総数199両に達し、以後は第一次オイルショックによる経済情勢の変化もあって車両総数の増加を抑え、1974年以降は車両の申請も一時中止していた。 その後、1976年からは、車両総数の増加は避けつつ、旧型の吊り掛け駆動車の取り替えを進めて保守費の削減や車両性能、運用の統一による効率化を進めることとした。この一環として、2000系行機車と接客上層位の少ない2 7 0 0系について3 0 0 0系と同等の機器を搭載して、申請の化を図ることとなり、 改造が行われて 2300K が誕生することとなった。形式称号は、同社が 2700K に 2000K の車体プラス 700K の機器という意味を持たせたのと同じルールで 2700K の車体プラス 3000K の機器という意味で 2300K と不満された。ただし 2700K には車両番号1の位が偶数の車両が 主電動機付きの奇数の車両が主電動機を持たないという区分を行っていたが、本系列は3000系のルールに従って、電動車をクモ派2300系及び、モハ2300系、制御車をクハ2600系と区分し、それぞれを製造順に付番するという方式に変更している。2700系は二両編成が基本であったが、 改造時には1両を増結して3両編成で運行されるようになっており、三両全体においても2両編成での運用は消滅していた。このため、本系列も3両固定編成として改造された。さらに、新たに搭載される3000位形用電装品は、同系列が電動車2両を一組として、 各種機器の集約分散搭載を図るユニット電動車方式で電動車2両が不可分の構造となっていたためそれに合わせて編成内の2両の電動車が別々の形態に改造されている。日大高速神戸姫路以上の通りユニット電動車方式を採用したことと運転台の設置車両の関係から本系列は3両編成が運用上の 最小単位となっている。9番号との対象は、以下の通り、は中間に入った先頭車の運転台向きを示す。改造主車となった2 7 0 0系の車体は、2 0 0 0系最終増備車に準じた普通構成19メートル級片側、3扉の設計で、3 0 0 0系の1世代前のものではあるが、改造時点の一般的な水準に照らして、 冷房のないことを除けば質的に十分な接客設備を備えていた。そのため、主な改造点は、特に編成あたり2両連結されていた、モハ2700型に集中している。2両はそれまで、機器構成が同一であったが、3000系のユニット式機器を搭載するにあたり、制御機とパンタグラフは2両目となった、モハ2300型に、m g CP は、 先頭車となった、雲ハ2300型に、それぞれ2機ずつ、集中搭載され、雲ハ2300系の屋根状機器は、通風機を除きすべて撤去された。ここで制御機は 1C4M 制御を行う、日本国有鉄道正式の電空カ無軸式、制御機である CS ごと弱め回自制御用の CS、9回自接触機のペアから、 1C8M 制御を行う富士電気製、電動化無軸式制御機の KMC-201 に交換された。主電動機も、国鉄モハ63型そのままの MT40 から、3000EK と同一の三菱電気製メガバイト -3020S となり、駆動方式は吊り掛け駆動方式から、カルダン駆動方式に刷新され、騒音、振動が低減された。 改造に伴い、機器分散で、電動車2両が不可分となり、編成中間のモハ2700型については先頭に出る、可能性が完全になくなることから、運転台を撤去し当具、乗務員扉をすべて埋め込む改造を受けて、中間電動車のモハ2300型となった。ただし、車内運転室はとは、 座席が延長されずに立席スペースとされ、外観上もつまめに丸みが残り、乗務員扉跡に設置された窓は、他よりも小さいという簡易的な改造に止まっている。一方、戦闘車形態で残ったクモハ、雲ハ2 3 0 0 k クハ2600型についても、改造により、運転席の高さが 100mm 上げられたことから、 前面窓の内向かって、右側の運転席前面窓の上下寸法が縮小されており、改造前とは若干異なる印象となった。改造時、直前まで製造されていた3050系が、冷房装置や空気バネ台車を装着していたため、本系列についても装着も検討された。しかし、冷房装置は、搭載に、車体の補強工事が、稼働に、 MG の増強がそれぞれ必要で、新車製作に匹敵する費用がかかることから見送られ、空気バネ台車も、空気バネへの圧縮空気供給に、CP の容量増大が必要となることから、その必要のない川崎重工業製の、ウィングバネ式金属バネ台車となり、それまでの DT13S 軸バネ式台車と、交換された。これらの改造により、 性能面では3000系3両編成と同等となり、保守面でも、新性能化による、検査周期の延伸や検査入場日数の短縮、等の効率化が図られた。1976年度に2700系2次社の、うち3両編成2本から改造が行われたが、翌1977年度以降は3050系の申請を再開して、 車体、機器ともに古い2 5 0系8 2 0系8 5 0系の淘汰を進めることとなり、本形式の改造はこの2本のみで終了した。未改造の2 7 0 0系3両編成2本は1986年の5 0 0 0系投入による旧型車全廃までに淘汰されているが、本形式は主要機器が3 0 0 0系と共通で、 走行性能や保守性に差がなく、車体の車齢も若かったことから引き続き使用が継続された。1990年代に入ると2000番台の形式で唯一新塗装化や冷房化改造を受けている。冷房方式は同時期の3000系と同じく、一両あたり、車体中央に集中式冷房装置を一機搭載し、同時に通風機はすべて撤去されて、 冷房機脇に小型のものが2つ新設されている。1990年7月には2300号及び2301号の主電動機がメガバイトマイナス 3020S から 2000K と同じメガバイトマイナス3037に駆動装置も 2000K 同等品にそれぞれ乾燥された。5000K 増備の過程で同系列の主電動機として メガバイトマイナス 3020S が必要となる一方、メガバイトマイナス3037は2000系の廃車で余剰を生じることから、これを活用して、メガバイトマイナス 3020S を捻出し、車両を申請費用の抑制を図る措置とされる。これにより、2300.23015は、車体のみならず動力関係も2000系と同等となったが、 2 0 0 0系とは制御装置が異なる理由で、再度の形式変更等は行われず、形式、車番はそのままとされた。この後、本線上での3両編成運用が減少したことから、本形式は編成解消の上で付随車化し、3 0 0 0系の付随車の3 5 5 0系のうち、老朽車の代替に当てられることとなり、 1997年から1998年にかけて全車が3550型に改造されて形式消滅した。番号の対象は以下の通りで元の携帯順に新番号が振られている。なお、3560番台6両では当時残存していた2000系改造車すべてを代替できなかったため、以後も3550番台は一部が残存した。 右が3560系。3550型への改造編入にあたっては、本形式に改造された時と同様に、費用圧縮のために工数が最小限に抑えられ、パンタグラフなどの伝送品は撤去されたものの、元戦闘車の運転台や道具は乗務員室扉が施錠されたのみでほぼそのまま残地された。ただし、 外部塗装は全車とも全面のクリーム一色化と側面乗務員扉への帯追加によって中間車としての塗り分けに変更されていた。これで800型から数えて3度の改造と4度の改版が行われたことになるが、3550型としての使用期間は短く、2003年1月に折からの不況と乗客源により、 乗り入れ先である神戸高速、阪急電鉄、阪神電気鉄道の各社から同意を得て3両編成運用が急増したことで3550型は全社が運用を離脱した。この間に行われた改造は3560.3564の全消灯ケースが鉄板で塞がれたのみで他の3000計画車に対して施行されていた。 座席モケットの花柄への変更は最後まで実施されず、従来通りのモスグリーン地のモケットのままであった。運用離脱後、全車両が東二三車庫に留置されて旧車扱いとなったが、4両は翌月に車席抹消され、残る2両も約2年間保留車として車席を保持したまま、残された後、2004年12月に除席、全車両が廃車された。 廃車後、キロワットマイナス4台車は3000位計1.2次車の OK、OK マイナス 21C マイナス 25B 台車と交換され、転用された、主電動機と共に2011年現在も使用されている。ありがとうございます。